今日は福島の果物狩りに来ています。今日は3軒の果樹園さんをご紹介します。はじめに、道の駅観光果樹園さんにお邪魔しています。道の駅観光果樹園さんはさくらんぼ、桃、梨、りんごを栽培しています。社長の片平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。片平でございます。今日は桃の方をご紹介いたします。さくらんぼからずっとやっておりますけども、桃がうちは主流になっております。で、今日ご紹介するのは夕空っていう品種なんですけども、これは9月のですね代表品種でございます。これからまだまだ桃は続きますけども、まあ袋のかぶったこういう桃とかですね、まだありますから、まあこれが10月いっぱいぐらい楽しめるかなと思ってます。じゃあ夕空の方を紹介しますけども、ずっとこう撮ってもらっていいですか。まあ袋をかぶっておりますけども、まあ要は人間でいう傘です。雨よけになります。なんでつけるんだっていうと、雨が当たるとですね肌が荒れるんですね。ですから人間でいう傘になります。で、中になってるですね大きくて赤いのを選べば大体おいしいと。ただ桃の場合はですね各自好みがあるんです。硬い桃がいいとかですね、手で剥ける桃じゃないと嫌だと。ですからお客さんに紹介するときは、手で触って、八百屋ではダメですよ、手で触ってちょっと押してみると、で自分の好みのものを取ってくださいというふうに説明しております。今取ってみますか。美味しそうなとこ、はい、それでずっと来てください。どれが美味しいかっていうのが一番なんですけども、なってる中でまず選ぶのは色、赤いことですね。で、次が小さいんじゃなくてなるべく大きいのを選ぶ。で、大きい方がですね栄養をもらってぷっくりとしてますから、例えばここだったらですねこういう小さいのよりも赤くて大きいやつを選ぶ。で、取り方は随時説明しますけども、リンゴとか梨みたいにこう棒がないんです。枝からこう棒でくっついてるわけじゃないんですね。枝に直接くっついてます。ですからこれを剥がす、取って剥がすみたいな感じです。引っ張るっていうよりもこういうふうにギュッとこっち側を向けると取れます。で、これが収穫ですね。で、こういう色です。で、これ食べ方はですね説明する必要ないですけども、現地ではですね手で剥ける桃っていうのはありません。まあ手で剥ける桃はこうやって置いといて、まあ1週間も置けばそうなるかもわかんないですけども、一応ここではナイフで剥きます。うちで用意しているナイフは大変切れなくなっております。指を切らないように刃を落としてあります。でも果物ぐらいは剥けますからね。で、剥くのはですねこうやるんですよ。ちょっと入れてこうやってですね、親指を上手に使って、ここに一旦置きますね。で、こうやってこう剥くと美味しいんです。誰か試食する人いないですか。はい、持ちやすいですからね。ちょっと固めです。八百屋さんで食うのよりずっと固いですからね。種の内側がちょっと甘くなってます。はい。カリッとして、カリッとしますよね。やっぱり甘いですね。爽やかな甘さです、すごい美味しいです。みずみずしくて、秋の桃っていうのはですね秋雨がなければ美味しいんです。例えば雨がいっぱい降ってる時はやっぱりこのなんていうんですか、果物はちょっと味は落ちますけども、やっぱり天候を見ながらですね、皆さんいらっしゃってもらえると一番いいと思います。何日頃って言ってもですね、なかなか天候はそうはうまくいきませんから、もし時間と余裕のある人は、天気がこれ続いたから福島の桃美味しいかなと、そんな風な感じで来てもらえれば一番いいと思います。で、これからはですね袋かかったこういう桃もあります。で、うちの場合はですね、だいたい10月いっぱいはどんなにお客さんが来てもらってももぎ取りはできますんで、ただ言っときますけども10月で終わりじゃないんです。11月に入っても桃はございます。あとは今冷蔵っていうのがありますんで、クリスマスとかお正月向けに出荷っていうのもやっておりますんで、もしよろしかったらそういうのもございますんで、よろしくお願いします。2軒目は
後藤果樹園さんに来ています。後藤果樹園の後藤さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではどうぞ。梨狩り始めますので、あの頭気をつけてください。かなりなんか梨の重さで棚が下がってますので、どうぞ。香水梨です。その間の梨では甘みの一番強い、一番先にあの収穫できます。今年は結構あの甘みも強くて、あのお粒の大きさもかなり大きい粒が出てます。もしよかったら食べてみてください。こちらとこちらであればこちらの方が色が出てますので甘いです。はい、見取り方なんですけども、これ持ち上げる形でとすぐ簡単に取れます。これが美味しそうということなので、あ、簡単に取れましたね。そうなんですか。ました。ます。みずみずしい。みずみずしいですね。みずみずしいですか。あとこちら今度だんだんあの香水の次に今度放水、豊かな水が出ます。あとそれが終わると今度20世紀と秋月。ゴールド20世紀、軟水と、あと徐々にあの梨の美味しい時期に向かいます。ぜひ来てください。3軒目は福島の果物狩り、ぶどう狩りに来ています。丸吉観光果樹園さんにお邪魔しています。丸吉観光果樹園の近藤さんです。よろしくお願いします。はい、丸吉観光果樹園の近藤です。よろしくお願いいたします。はい、はい、どうぞ。ブラックオリンピアって書いてありますの。こちらの品種でお願いしたいんですが、ブドウの木の先端の方から味が乗ってきますので、なるべく木の根元ではなくてこう端っこ、外側の方から、はい、端っこ、はい、袋をですねピーって破っていただいて、まあこれは石灰ですね。はい、こう覗いていただければ、あのだいたい色回りがびっちり来てますん でこれで OK なので、持っていただいてハサミで持っていただいて、そちらのテーブル、まあ、こちら濡れてますね、こちらであの召し上がっていただきます。はい、これは、はい、ここで大丈夫ですか。はい、取ったのかな。はい、酸味と甘みが程よいバランスです。種はないね。まだ、うん、うまい、新鮮で、まだ固めだけど美味しいね、いい味。9月1日から、ぶどう狩りが始まっております。で当園は、10月いっぱい、あと11月3日までですね、文化の日まで、ぶどう狩りが、まあ、楽しめるようになっております。で今の種類なんですけども、品種的に主体となっているのは巨峰なんですが、巨峰の前の、ブラックオリンピアという品種の、ブドウが今こちらの方に並んでおります。巨峰になりまして、あとピオーネですね、という黒ブドウになりますね。その後、赤ブドウ、ゴルビー、あとロザリオロッソ、それから青ブドウになりますけども、ロザリオビアンコというような品種が楽しめるようになっております。はい、当園の特徴として、他の農園よりもあの種類をですね、豊富に揃えておりますので、こちらに来てですね、あの食べ比べをして、ね、美味しいところを選んでいただければと思っております。福島の果物狩り、3店舗ご紹介しましたけれども、9月はたくさんの果物が取れる時期です。今回ご紹介した3つの果樹園さん以外にもたくさんの観光果樹園があります。ぜひ皆さん、福島の果物狩りにお越しください。よろしくお願いします。